福岡町駅はかつて愛知県岡崎市にあった名鉄福岡線の駅。福岡線は鉄道線であったが実質は岡崎市内線の一部であり路面電車で運行されていた。もともとは西尾線のうち西三軌道が開業した区間に存在した泥駅である。福岡町駅とされたのは西尾線の一部が福岡線として復活した時からである。 西洋線の残部はそのまま休止され、廃止されている。このため、福岡町駅復活後に、西洋線の電車が乗り入れることはなかった。トロ駅として、開設当時は、鉄道線駅であり、鉄道専用の高床ホームと、駅舎も存在した。戦後、福岡線福岡町駅として復活した際は、岡崎市内線の路面電車のために、低床のホームが新設され、 駅舎も小型化されたが新設された。福岡線は専用軌道であったこともあり、廃線後は名鉄バスのバス専用道路に転用されたが2016年に廃止された。駅跡は名鉄バス福岡町バス停となっている。かつての駅の敷地を利用してバスの回転場が設置されている。かつては当駅三河中島駅間に浦部駅が存在した。 トロ駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。